ミマ11戦団は太平洋戦争後期の1944年9月にボルネオーミリからマニラへ出港した日本の護送戦団である。マニラの情勢悪化のため約半数の船を選抜して高尾へ直行しようとしたがアメリカ海軍潜水艦の攻撃で被害が続出し途中で後続のまた28戦団に吸収された。また戦も高を目指したが 再び潜水艦の攻撃による損害を受け、一部だけが目的地を変更して、香港に到着した。太平洋戦争における日本の戦略上、占領した東南アジアからの石油の海上輸送は極めて重要であった。そこで日本はシンガポールと文字を結ぶ高速の非戦団とボルネオ島ミリと文字をマニラ経由で結ぶ低速の未戦団の2種類の 石油タンカー船団を設定し、シーレーン防衛を図っていた。しかし、バシー海峡周辺などに展開したアメリカ潜水艦の激しい攻撃にさらされ、大きな被害を出しつつあった。一方、1944年9月当時、フィリピンへの反抗作戦を目指すアメリカ軍は、着々と事前攻撃を進めていた。9月9日に第38任務部隊により民団の島を、 空襲、9月15日には、ペリリュート攻略とモロタイト攻略を開始した。これに伴い、日本の石油船団に対する航空機の脅威も増大していた。こうした中でタンカー7隻を中心とするミマ11船団は計画された。船団名のミマとはミリハツマニラ駅を意味している。1944年4月以降、ミリハツの石油船団は、 未戦団として運航されるのが通常であったが、未魔十一戦団は本来は、未十六戦団に相当する戦団であったものが、例外的な運行形態に変更されたものとも、言われる。祝いによれば、未十六戦団の横行にあたる文字初ミリ行き瓶の、未十五戦団が、途中のマニラで打ち切られ、マニラ発のマミ十戦団として、再編の上ミリへ到着したため、復興も、 26船団ではなく、ミマ11船団として編成したと推定される。ミリさんの石油製品を満載した単海以外に7隻の輸送船が加入し、解剖艦3隻特選艇1隻の護衛がつくことになった。船団の指揮は第12運航指揮官の篠田清彦大佐が跡った。ミマ11船団は9月15日にミリを出港した。 日本海軍はレーダーが不備で夜間の索敵能力が劣ることから敵潜水艦の奇襲を避けるために昼間航行に限定し夜間は適当な湾に開発する戦術を採用したそのため沿岸図体の小刻みなゆっくりとした航海になったそれでも敵潜水艦の攻撃を避け切ることはできずパラアント沖でタンカーの立花丸が巨雷の命中を受けたが 不発弾で助かった。また、下客船の今治丸は、出港直後の16日に、日本側資料によれば、潜水艦の攻撃、アメリカ側資料によれば、空襲で沈没した。動船には移動中の陸軍関係者162人の、ほか占領地で募集した労働者956人と、慰安婦十二人が乗船しており、内陸軍軍属一人と労働者三百八人。 慰安二26人が死亡した。9月21日、アメリカ第38任務部隊は、ミマ11戦団の目的地であるマニラを発、空襲した。第38任務部隊は、ルソン島周辺を有力して、空襲を続け、24日には、コロン湾に退避していた、日本の戦団を襲って壊滅させるなども多いを振るった。こうした状況に、日本側は、 ミマ11戦断に対して、マニラ地区の情勢が不良であると警告を発した。25日朝に、バキット湾を出たところで警報に接した、篠田大佐は、戦団を分割し、タンカー主体の約半数だけでマニラを通過して、高尾へ直行することにした。護衛艦はすべて高尾行きで続行し、燃料や水が不足する小型タンカーと、 一般貨物船など6隻はバキット湾に引き返した。ミマ11船団は対戦警戒を一層厳重にして航行を続けたが9月27日にアメリカの潜水艦軍により捕捉された。まず午前8時7分に下客船のウラルマルがフラッシャーの雷撃で乗船者600人以上のうち150人と鈴やゴムなど軍需物資3000トンと共に沈没した。 二時間後には、タンカーの北木丸も霊っの雷撃で沈没していった。また、フラッシャーは立花丸も勝破させた。戦団は、救助活動の後に航行を続け、28日午前10時にサンバレス州サンタクルズ湾へとたどり着いた。ミマ11戦団は、サンタクルズ湾に3日間身を潜めて、体制を立て直し10月1日午前7時に再出発した。 水深が浅く潜水艦の行動しにくい沿岸をギリギリまでたどって北上したが、そこにはアメリカの潜水艦、カブリラが待ち伏せをしていた。午前11時頃、まずタンカーの随曜丸がパイバン岬西方 3km で来撃され、収容されていたウラル丸の遭難者120人のうち45人と、積み荷の重油1万3000トンと共に沈んだ。 午前11時55分頃には、原油1万5000トンを積んだタンカーの朝日国クニマルも、カブリラの来撃の餌食となった。朝日国クニマルには、船員や警戒隊の他不評第112連隊の一部が、便乗していたが、生存者はわずか25人だった。第32号解防艦は反撃して、午後5時33分に、 敵潜水艦一石撃沈確実を報じたが、アメリカ側に該当喪失艦はない。全速で現場を逃れた残存戦団は、10月2日にサンフェルナンドへと入り泊した。そして、ここで後続のまた28戦団を待つことになった。今11戦団がサンフェルナンドに待機している間の10月3日、バターン半島カフカーベン沖で、 新たな高尾行き便のまた28船団が編成された。翌4日午前1時に出航した船団は、同日夜をサンタクルーズで下白した後、5日午後6時にサンフェルナンドに到着した。ここで、ミマ11船団を吸収。さらに、海軍給油艦視員も護衛の苦戦艇2隻と共に合流した。10月6日午前6時、また28船団は、 輸送船12隻と護衛艦8隻の陣容でサンフェルナンドを出発した。この時白地の外にはミマ11船団を襲ったアメリカの潜水艦カブリラがまだ待ち構えていた。船団は潜水艦の攻撃を警戒して座礁ギリギリの接岸工法を取っていたが午後三時半ごろにカブリラの魚雷を受け重油八千五百トン積載のタンカーの第に酸水丸と 火脚船の北霊丸が撃沈された。後者はパラオから日本に引き上げる民間人230人などを乗せていたが、死者は5人だけで済んだ。6日午後6時半、船団はラポック湾に逃げ込んだ。しかし夜半にアメリカ機動部隊が台湾沖に接近中との情報が入ったため、急遽海南島のニレハヤシ港へと退避することになった。輸送船の内テルクに丸、大宝丸、 第8の武弘丸の3隻は、苦戦艇2隻と共に分離され、他の輸送船7隻と護衛艦6隻が緊急出航した。分離された船団のうち、第8の武弘丸は7日にまたもカブリラの魚雷攻撃を受けて沈没し、他の2隻はラポック湾に残った。10月7日午前6時ごろ、退避中の船団をさらに分割し、新井と立花丸が、 第8号解剖艦特選定一隻の護衛を受けて先行することになった。しばらくは何事もなかったが、9日午前1時42分、立花丸は北緯19度33分、統計116度38分の南シナ海上においてアメリカ潜水艦、ーフィッシュの来撃により爆発沈没した。一方、船団本体の輸送船5隻は、 五北丸を基準線として体系を組み、解剖艦二隻と第二十号総海底、第四十一号区選艇の護衛で航行を続けた。十月八日午後四時半に高尾の警戒警報解除を知らされたため、同日午後六時に反転して高尾へと進路を変えた。同日午後十一時二十五分頃、北緯十八度三十一分統計百十六度零零分の南品海上で、 戦団は、右舷前,前方から、アメリカの潜水艦砲の攻撃にあった。戦団のうれつ戦闘に位置していた、湖北丸は、魚雷の功績に気づいて、緊急回避を試みたが、一発が命中して、沈没した。なりから1分半の短時間で沈んだため、乗船者762人中417人が死亡した。なお、アメリカ側は、砲が、 第8号海防艦も損傷させたと判定している。その後、10月9日になって、高尾には再び警戒警報が発令されたため、戦団本体は、高尾入港を断念、同日午後4時に新道香港へと変えた。翌10日に、沖縄がアメリカ機動部隊の銃、銃空襲に見舞われたことからも、続けて、高尾が空襲を受ける危険は、大きいと判断され、 1> 第1海上護衛隊より、船団に、香港行きが命じられている。11日午前10時過ぎに、輸送船4隻と護衛艦は、香港へと入港した。なお、高尾を含む台湾一帯には、翌12日に、アメリカ機動部隊が来襲し、台湾を気候空戦が発生している。今11船団は、後続のまた28船団と合わせて10隻沈没の、 大損害を出し目的地の高尾へもつけないという惨憺たる結果に終わった。アメリカ機動部隊の動向に関する情報に振り回されて頻繁な目的地変更を繰り返したことが戦団の被害を大きくしたとも評価されている。マニラを経由しないで運航すれば航空機の脅威は小さくて済んだはずであるが、護衛兵力の不足からミリ発船団はマニラ経由で 他の船団と合同で運航せざるを得なかった。ミマ11船団は、そうした限界が顕著に現れた事例でもあった。この他ミマ11船団から途中で残置された船舶のうち3隻はまた30船団に、また28船団から、ラポックワンで残置された2隻は、また29船団に、それぞれ加入して、高尾を目指したが、すべて撃沈された。真意と護衛艦は、 極東丸などと共に、シンガポールから重油を輸送して、ミリ経由で9月20日に、マニラへ到来したもの。この新位戦団には、ミマ11戦団加入の朝引くに丸と、第28号区戦艇も一時同行していたが、故障により、ミリへ引き返した。新位は、9月27日にボーンフィッシュの来撃により、損傷していた。コマグーと岩井によれば、 以上の15席だが、第1海上護衛隊船時日誌によれば、船団加入船は16席で、船名不明船がもう1席いる計算になる。ありがとうございます。